それではまたゼルダの伝説をプレイしたいと思います。とりあえずこっちの像を取ったとこですね。いけなそうですね。でもなんかやばいのもいっぱいいます。壊れすぎですね、これ。両手の旅人の両手剣。両手剣。各地を旅する冒険者が愛用した汎用の両手剣。口って切れ味は良くないが、敵の構えた盾を突き飛ばすことができる。すごいですね。もう武器がいっぱい落ちてるのはいいですけどね、拾えないのはやっぱりいかんせんダメですね。なんか取れると思ってなかったですね。あ、ハンマーであれか。回復できるってことですね。ここが回復スポットってことですね。料理大事です、本当に。回復しなきゃダメですね。これはじゃあ、you
人の弓、旅人が使う護身用の小ぶりな弓、弓がある矢があればあなた的を攻撃することができる。やっとつけれました。結構いましたね。巨大な光花の明かり花の種。結構取れますね。もうゾナニウムがたくさん取れるとこを拠点してたんですね。あれもあれが使うとは思わないですよね。ゴブリンというかボコブリンでしたっけ。なんか落ちてます。きれい。なんだあれ。いっぱいすぎじゃないですか。鳥が分かんないですね。すごいことないです。カクダの目玉、動くもの常に視界の中心となる目玉、虫と煮込むと薬の材料として使えるか、矢につけて命中率を上げる効果も得られる。あ、なるほど。カクダの葉、カクダが落とした大きな花、軽油で幅が広く、武器や刃につければそこほんのわずかに風で遠くまで飛ばすことができる。まずいですね。あ、回復しない。やられちゃった。
トライですね。素材を投げる。お、すぐ戻ってきたんだ。角だわ。お、角だ、できてもらってますね。まずいっすね。こっち強すぎますよ。思ったもんですね。爆弾は結構入ってます。一旦戻るしかないですね。戻れてるかな。
でなんかドナニウムが取れるのがすごいです。食べるんですかドナニウム。ドナニウムで動いてるんですか。これで戻ってますよ、だんだん。よく考えたらあれか、これでワープできるんですかね、もしかして。あ、ここらにもワープできるんですね。ビビりすぎます。防具の強化。敵のポジハリトリは防具、大要素に強化してもらうことで敵から受けるダメージを大きく軽減できるようになる。そうなんですね。暇を潰す。焚き火か。どこ、ああ、いや、そのシルエット、さっき空飛んできたの君だね。情報台の記念すべき第一打ち上げの張本人、あと、あれとは、ね、君の名前は、リンクと、うん、リンクって君もしや、あの剣士様と同じ名前じゃないか。名前負けしないように頑張らないとな。お失礼。これは白爪新聞社のペンってもんだ。情報台の指導のネタ早速記事にさせてもらうよ。俺はこの辺で失礼するよ。人手不足であちこち行ったり来たりしてね。君みたいに勇気になる若者が記者になってもらってくれたらありがたいんだけどな。ああ、新聞社は北西のヘブラ地方にあるんだ。井戸の村の近くに続く橋のたもとだから、興味があったらぜひとも立ち寄ってみてくれよな。じゃあサルパード、サルパード。なるほど、なんか死にそうですね。くらいですか。というベッドで、全回復しましたね。これはありがたいですね。あとリンク様ですか、ちょっとこの下を見てましたので、その事情が分かりませんね。あさったままですいやせんね。テンペチンの時武器っぽいものはみんな口しまいですね。とにかく直せないか頑張ってみたんですが、やっぱりでして、そうだ、ここにあるもんでしたら遠慮なく持ってってくださいよ。クチセルにそのまでは使い物にまなりませんがねっていうところですか。あ、リンクさんですよね。お会いするの初めてですけど、有名人です。こちらさすがにお顔ぐらいは知ってますよ。あ、すいません、鍋使われます。したらいつでもお好きに使いください。
当番のボーンが入られるように行ったっきりで戻ってこないんで、自分は代わりに火の番だけしてるんです。絶対危ないことはしないんで、身の危険とかは心配しないんですけど、同じかなと思って帰ってこないとなると、やっぱりちょっとだけ心配になります。リンゴと、微妙な料理、あ、いろんな匂いがする。食べられなくはないが、とても人には見せられない。ああ、じゃ、料理にはなるんですね。串焼ききのこの肉添え。キノコ、頑張り栄養回復される効果、香りの良い山菜でキノコ積んでしまうセルシーな菜、結構面白いですね、いろいろ。ナッツ炒め、木の森の木の実を香ばしく炒めて簡単料理、栄養満点の小腹の空いた時にぴったりのやつ。そのピリ辛煮込み果物、すごい厳しい寒さに耐えれるってすごいですね。あ、そっか、ものによって違うのか。大当たりの時もあるんですね。こんなもんですか。とりあえずこれだけ回復アイテムあればいいですか。クールな人型の人物の知恵を自社に見せるのじゃ。これです。片手にかけらに書かれたのはこれに間違いないのです。兄さんもありがとうございます。この知恵を見る限り、かけらにかけられた像はやっぱり人を語ると思ったのです。これは大発見なのです。つまり非正に人がいたことだとです。もっと調べたらもっと痕跡が見つかるはず。さあ早速調査の続きを。あ、でもその前に神様に調査にご協力いただいたお礼にお渡ししようと思っていたものがあるのです。これで地底調査が見つかったゾナウ文明の遺物と思われるものです。ゾナニウム。その力を感じるもしれないし、何かのエネルギーとかじゃないかと、もしかしたらゼルダ様の捜索の際に役に立つかもしれないので、ぜひお持ちください。神様のおかげで、このかけらが地底の謎を解く鍵だと分かりました。まずは収集物の中から同じようなかけらがないか探してみるのです。ロベジー兄様、調べてくれてありがとうなのです。地底人を移しに、あ、これでクリアなんですね。ポー、あ、なくなっちゃいました、ゾナリウム。とりあえず次は何をすればいいの。
そういう打ち上げられればいいんですかね、多分。あんまり遠く行けないですかね。どこだ。逆側に来ちゃいました。仕留めれました。鶏肉、鶏から取れた新鮮な肉、獣肉に比べると油が少なく減るし、焼いて食べた方が美味しく食べれる。なんか怪しいのがあります。怪しいです、見るからに。に入る光る酵素を含有したキノコを料理に使うと、その発酵成分で食したものの体がぼんやり光る線香のを得られる。宝箱が光りました。トラブリンの牙、あ、爪か。トラブリンを倒して手に入れた爪、ヤジに使うと普段よりこじれが上がる。属性を持つ虫と煮込むと薬の材料にもなる。トラブリンの角、前後に伸びたハンマー状の角、前面が最も硬く武器に捨てるとこじれが上がる。虫と一緒に煮込めば薬の材料にすることもできる。なるほど。砂が落ちてます。ん？棘の槍、食べ物とかお尻に持ち歩いた一般的にあり、くせしまって嫌いじゃよくないが、誰でも扱いやすい治療している。
なんかいっぱいあります。爆弾花じゃないですか。あ、なんか大したもんなかったですね。落ちてきました。また打ち上げられて、あれですね。城が北側だから。なんか光ってます。地をハイラル空諸島ハイアル兵。ああ、死んじゃった。そうなんです。君やられちゃいましたね。ちょっと欲張らダメですね。深いですね。
なんかありそうなのとこに着地できました。なんですかね。お、花が。あれ、なんだ。まあ、だからあんまり住んでないですね。見つかりました。ね、ああ、こういう要素もあるんですね。ハイラルボックリ、ハイラル幅広く分布する樹木の木の実ですかね。油分を多く、塗りも安く、焚き火にくべると火力が上がる。そうなんですね。今どこだ。まあ、こっちの方に向かっていけばあれですね。そうですもんね。もう早速間違ってます。こっちです。まずいプリでも食べて回復してですね、貯水池あと。こっちの方行けばいいんですかね、多分。ほこり橋。
違うか。監獄跡。あ、これさっき前来たところか。4つ知りました。刀なし。刀族から取ることができる素材。実は酸味がとても強く食用には向かないが、薬の材料としては重宝される。うん。でもこの海沿いに行けばいいんですかね。そんなに探れちゃうなんてすごいとこいますね。のろし上げ止まってくれてみたいだから急いで追いついていきたい。もう少しだと全然動けなくてね。またあれですか。持ち上がんないですよね、そこまで。
取り出せないですか？てか大変なことになります。今どこだ？なんか変なとこいますね。出さないんだ。お、ここらありましたね。まあ置いといてここらにいっちゃいますね。という方に変えてます。で、これで。よく考えたら、あれ前に行ったとこですか、もしかして。行って、登れなかったことですね。
入って登れなかったところです。失敗しましたね。なんか向こう光ってますね。川があるのか。橋がかかってますね。橋沿いに行けば。お、花禄橋。あれです。集中。あ、すぐやられちゃいました。ドライ。軽いですね。鎧いかぼちゃ、食用として採用され、とても硬いかぼちゃ、商品に使うとカチコチ成分が効いて防御をかなり上げる効果がある。あ、そんななんですね。台の上の面も暑さ、寒さをしのぎる井戸の中、思いのほか居心地がいいもんだね。はい、
強効果のあるひんやり素材も体感効果のあるポカポカ素材もここでは不要だ。畑を作り、ここをついに速やかにしようかと思ったが、こうされることを決めた。テンプ1の時に生まれた洞窟が気になって仕方がないのだ。なぜなら、未開の地は、の素材の荒方だと。幸福を求めるなら足を止めてはいけない。私は職を極めし男、ラターム。特にこれといって面白いのないですかね、この中。鎧だけがあって、どこですか。死なんですね、これ。
け。これは危ないです。ですか。
切れましたね。ちょっともう難しすぎますね、これ。呪いかぼちゃ。ミノクスの角。爪。ミノクスの肝。ミノクスから通ることができる大きな木もよく見ると、時々ゆっくり動いている。薬の素材にできるが、他の使い道があると噂される。ミノクスの角。周囲を取り付きの板で覆った角。武器に捨てると攻撃力が上がる。角本体を虫と向かう薬の材料にもなる。ヤシの実。ヌンベのヤシの実に乗るフルーツ。特別な効果はないが、料理に使うとハートを回復させる効果がある。もうなんかいっぱい手に入れましたね。それにしても強かったですね。強すぎましたよ。
言ってれば初めて登すみたいなもんですね、あれ。すごいもんですね。多分こっちでいいですよね。村ですかね。すごい建物ですね。ボガード、もうリンク殿ではありませんか。ゼルダ姫だと共に行方不明と聞いておりましたが、お無事でないようにですぞ。ゼルダ様、今どちらに。ゼルダ姫は以前行く知れずと、そういうことでしたらインク殿、インパ様にお会いになってはいかがでしょうか。インパ様はあそこにおられるのですが、おそらくゼルダ姫様の捜索に関する情報をお持ちかと思います。インパと地上へ。だけじゃん。あら、お客さん、新マリエッタ馬の宿へどうぞ。私今ちょっと取り込み中ですので、馬宿をご利用でしたらカウンターでお願いします。どこでが欲しいとこだけど、馬宿に来てくるお客さんは噂話に夢中だしな。誰かとお礼に私の全財産渡してもいいくらいなんだけど、すごいこと言いますね。ようこそ。これは馬の管理や宿泊ができる馬宿でございます。まだ買いになられたようですね。まだ馬宿協会が運営する会員制の馬宿でして、ご利用前に会員登録をしてお願いしております。お名前を伺いしてもよろしいでしょうか。ミンクさんですね。かしこまりました。こちらで登録しております。これでは馬宿のシステムについて、ご説明よろしいか。教えてもらえますか。それでは先日のご説明させていただきます。ここであなたの所有する馬を預かったり連れ出したりすることができます。旅の道中、野生馬を見かけたと思いますが、野生の馬を捕まえてここにお預けください。野生馬をここに連れてきて登録すれば、自分の馬、つまり所有馬にすることができます。お一人が所有できる馬の数は決まっていますが、もちろん金太馬を手に入れ替えられます。では改めて、馬屋にようこそ。お泊まりを希望ですか。そのベッドの20ルーピー。4万ベッドなら普通のベッド、はい、か。あ、すいません。いざ肝心の馬宿ポイントの説明。馬宿ポイント、はい、今回サービスを利用にポイントするサービスを利用しました。例えば各地に点在する馬宿の資格や馬宿の馬の登録などでも貯めていただきますよ。ただ新まったり馬宿初めてご利用記念といたしまして、1ポイント申請します。貯まったポイントによって素敵な特典も用意しております。製品交換はあちらの台帳窓口の方で行って賜っております。会員契約や製品などは関詳細は台帳の方でご確認ください。たまたのご利用お待ちしています。あるんですね。何をもらえるか分かんないですかね。人生という名の旅の途中ですか。私もです。私テリーと申します。背中のカブトムシ型リュックが目印です。こんなご時世、ただ
ただひたすら前を見て旅をしていらっしゃるあなたのために、私調子の虫たちや人生の旅には必須の商品を売ってます。もしルピーにお困りでしたら、お手持ちのご不要なものを買い取らせていただきます。宝石とかはいい金額になりますよ。お持ちでしたらどんどんお売りください。さあ、あなたもどちら様ですか。買う。お、木の矢売ってんですね。木の矢、ポカポカ山。買える。うん。まあいいですかね。ありがとうございます。他に。キノコです。お、インパ様ですね。インパ、シーカ像のこの長老。グメフと聞いていたが、無事で何より。それでゼルダ姫様、ゼルダ姫様いずこじゃ。なんとまだ行方不明ぞな。であれば捜索続けてもならなる。インクよ、我々はな、ゼルダ様が宿営せられなられた折、天変地異とともにこの大地に現れた巨大な絵のようなものが気になっての、聞けば同じものが世界各地に現れたというようでな、今ボガートと一緒に共にこうして地上絵を巡ってるのよ。高台からこの辺りを遠目に巡っておった時、地上があると分かったのじゃが、このように地上の近くでも見れるはずだが、全体の形はよう分からぬ。上に高いところから見下ろして思ってな、フラ様から熱気流という空に乗れる乗り物を使ったんじゃが、風にあおられて気分が壊れてしまっての、なんとかしてこの台にくっつけることができんかと考えようとね。あ、くっつけろって話ですね。なるほど。まあ、雑だからだです。はっ、はっ、ふっ、ふっ。おお。それなら行きます。です。今日はその高直してくれたのがレオユーズリンク。せっかくあんたも地上へ見に行くか、見に行くか。早速向かおうとするかの。今なんかリンク、地球を空に浮かべてくれんか。そこに火をつければ地球が浮かぶはずじゃ。準備ができたら空に向かうぞ。はい、松田。高いとこまで来たの、なんだか目が回ってしまうわい。じゃあ、ここらの地上絵がよく見える。恩に切るぞ、リンクよ。実はな、昔の村の古い文献に、ここの地上絵についての記述らしきものがあっての。では、古代の人が見たものを、竜の涙の周りに地上絵で残したと記されておったのじゃ。古代の人が見えたものとは何かわからんし。そもそも竜の涙というのが何を指すのかまだ皆目わからんのよ。
夕の涙の周りに地上絵で残したというからには、地上のところにそういったものがあるのではと踏んでるのじゃが、テルダ様の手がかりがつかめるかもしれんで、その他も探してみてはくれんか。地上絵で気になるところがあれば、あなたその他ならここからパーセルで飛んでいけるじゃろう。何、我のことなら気にせずともよい。着地するだけなら我でもできる。もう高いですね。まあ、とりあえずあれをあんなところに。これをやんないと。シナカウアのほこら。打ち上げがあるもの。これを使えということです。いや、戻しちゃダメです。あ、倒しちゃった。折れないんですね。違う？住んでるのかな、もしかして。いいのか。
ああ、そっか、この板を使わなきゃいけないんですね、多分。結構浮いちゃいましたね。これダメです。でも戻る、出ればいいのか。
抜いちゃうんです。来ましたね。なんだこ。どうしろと。ここに何か置けってことですね。ああ、なるほど。なんか下にあるんですね。持ってかなきゃいけないですか。
なるほど、このちっちゃいの大きいのを持ってくるんですね。そこじゃないところに落ちちゃいました。どうしようかな。でも、じゃあもう一個のなんだ。じゃあ宝箱なんですね、こっちは。も回収しないやんですね。
一個足りないですよ。こう。でっかい球浮かすのに気球4つ必要ですけど、3つしかないですよね。前のどこから持ってくんの、まあ、とりあえず、乗っていけますね。で、4つ揃った感じかな。1、2、あ、4つありますね。つけてあれやれって話ですね。Thanks.
ちょっと大きさがちっちゃいかな。燃えてしまいました。あ、ミント復活した。燃えちゃうのどうしたらいいかって話ですよね、多分。これをくっつけてた。
あ、てか3つでも行くんですね。来ましたよ。これからまたオッパールでしたね。うん、ちょっと微妙でした。飛ばしちゃいますね。とりあえずそろそろ終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。